はい、どうも皆さん、こんにちは、クワトロです。なんと、次、風子戦場だったんですが、火属性のやばい武器が来たっていうことでね、もうこういう武器が来た時には、その属性が好きな人とちょっとどうしても話したいということで、次、風属性古戦場なんですけど、今回は火についてのガチ勢対談というふうなことになってます。で、今回は火属性を強化して、そのいろいろやってくれてるっていうことで、今回は宇多種羊さんにゲストとして来ていただきました。では本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。宇多種羊と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません、今日はもう突然依頼したんですが、心よく受けていただいて。はい、こちらこそ、とてもね、楽しみというか、誘っていただいたときすごい嬉しくて。いやー、ありがとうございます、本当に。いや、これ、次、風子戦場だから、はいはいはい、ここで火の脱税タイタンを本当はする予定なかったのよ。本当はする予定なかったんだけど、はいはいまあこれちょっとリスナーに向けてみたいな感じなんですけど、はいはいはい、あれなんですよね、その風子戦場だって思わずに自分もう次彦戦場だと完全に思い込んでたんで、はい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 、確かにあれですね、水子戦場の始まるちょい前ぐらいからもう羊さんにアポ取ってたんですよ結構前から次は彦戦場だよみたいな感じになってて、もう勝手に俺らの中で内定しててそこが今思い返すとあれ、うん、風子戦場の可能性全然あったのに二人で飛行戦場だと思ってどん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 思い入っちゃった。なぜか僕たち二人はもう飛行戦場だと確信してたみたいなところがあって俺なんてもう次飛行戦場だと思いすぎて飛行戦場の肉集め動画作ってもうアップロードするだけまで持っていきました。あそれ結構なんかいろんな方ボツにされてたっていうのがあっていやでも風と思わないからな、やったな、まあ、水着て半属性のまあねみんな強くなったから武器集めてみたいな感じになるかと思ってたから、いやまあそれで、まあ、本当はこのガチ勢対談っていうのはその次の古戦場に向けてみたいなところで、まあ、今回風っていうところでも、うん、別の人とコラボしてやってたんですけど、はいはいはい、あらかじめ羊さんにアポ取っててその、うん、もう本当にいろいろ準備してもらってたんで羊さんに、まあ、なのでちょっと急遽お願いして、まあ、こんなね素晴らしい武器とキャラが実装されたんで話さずにはいられないだろうということで、はい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 、もう完全に対談系 YouTuber になっちゃってるってことで対談系というか、まあ、社内系 YouTuber っていう感じで今そう俺お家で声出せないから全部これあれなんで自分の車の中で撮ってるから、そうそう完全に社内対談系 YouTuber になってるんだよね。でそのアポ取った時に話した時も社内にいるから、この2回コンタクト取った時2回とも車の中にいるっていういや変なやつですいません、いやいや大丈夫ですよ大丈夫ですよいやということで、まあはい、パーシブル来ましたね、パーシブル来ましたね、はい、まあ、もうリスナーでこれ見てくれてる人は、はいはいはい、もう、まあ、こんだけ強い武器とキャラが実装されたから、まあ、当然情報なんてみんな掴んでると思うけど、うん、まあ、火属性にとってはね、もう待ちわびたも待ちわびた、ここまで変わる、まあ、ここまでやばいキャラ来ると思ってなかったですね正直。まあ、このキャラ本当に今火属性って結構やっぱ下火だったんで、やっぱその中でこの火属性の環境を変えてくれるっていうこのパーシバルがね、武器もやっぱキャラクターもものすごく強い。いやー本当に、まあそれで、うん、まあ、今までの対談だったら、まあ、このパーシバルについて、まあ、こういう風に評価するとか、はいはいはい、まあ、こういう風なところ強いよねみたいなところを話していこうと思うんですけど、はい、まあもう実装されて数日経っててみんな知ってると思うんで、はい、まあ、そういうところの評価の話もしつつ、まあ、今回はその火属性についてのその進化を喜び会おう回ですね。いや本当良かったっていうのがやっぱね、このキャラクターと武器実装されて本当に良かった、救われたっていうのがあるか、まあ、今リスナーで見ていただいてる方は、まあ、羊さんは登録者も多くて有名な方なんで、うん、もうなんか羊さんがその火属性ガチでやっててっていうのは知ってる人は多いと思うんですけど、はい、まあ、自分もねその、まあ、羊さんほどじゃないけど、まあ、実はちょっと火属性好きで、まあ、ちょいちょいいじらせてもらってるんで、はい、羊さんほどじゃ全然ないけどでもクワトロさんはあれですよ、僕その150のムーブとか見たときに、いやこんなこと考えつくんだと思って、俺 すごいと思って、逆に俺の方がかなんか関心というか、なんかあ勉強になるなと思ってますもんね。あ、ひょっとしてあれさ、あのアニラのやつですか。そう、アニラのやつで、クサバイキングのやつ、あれは見ててこう膝打ちましたもん。やっぱこれデメリットをメリットに使ってんだと思って、すごいなこの発想はと思って見てて、ちょっとね、いや感動しましたよ見てて。いや、ありがとうございます、まあ、結構ね自分はその YouTube ではその編成作るの大好きおじさんで撮ってるんでなんか古戦場の時にめっちゃ動画上げてるみたいな
そう死ぬほど編成作るみたいな、うん、編成作ることが喜びみたいな感じ、はい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 、まあでも非属性が好きなんでやっぱ非属性考えてるときやっぱ面白いですね。うん、そうですね。この裏側でもちょっと非属性のいろいろいじったりとときがあったんですけど、その時もやっぱねクワトロさんめちゃくちゃテンションが高いっていうのがいやーすげーっつって、いや脳汁出るこれすげーっつってやっぱ好きなんだな非属性がと思って聞いてて思いましたまあということでね、まあ、ちょっとそのパーシバルについてのところも話しつつ、はいはいはい、そういったところをちょっと喜びをかみしめながらちょっと今回は対談していきましょうということで、じゃあ本日はよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、はい、それでは、まあ、今回の対談の趣旨のところになるんですけど、まあ、パーシバルについて話していこうっていう風な回ですね。はいはいはい、でまあもうみんな知ってるかもしれないんだけどまあ武器とキャラについてどっちもちょっと性能とか確認していこうってとこなんですけど、まあこれ毎回言ってるんですけど対談の時とかは、はいはい、まあ、結論古戦場で必須なのかどうか、まあ、武器キャラともにってとこなんですけど、ここどうですか。はい、いやこれは正直もう必須だなって思います。まあ、武器もそうです、キャラクターは間違いなく必要だなと思いますね。やっぱ、まあ、そうですよね、強すぎますよね。そうだ、肉狩りでも95ヘルでも多分150でも、もう間違いなく強い、どの編成にも入ってくるっていうのがあって、このキャラクターは多分その年末にかけて、まあ、無料ガチャとか、まあ、ありますけど引いとかないと多分後悔するなっていうキャラクターですね、これは間違いなく。うん、まあ古戦場外を考えてもやっぱ欲しいですよね。やっぱりは下火だった火の環境がこのキャラクターが入っただけでそのかなりその息を吹き返したパワーがすごいんですよ、やっぱり。だから絶対このキャラクターはいた方がいい、間違いなくいた方がいいですね、間違いなく。うん、よし、じゃあ実際にちょっとキャラの性能とかちょっと画面で見ながらじゃあ話していきますか。はい、わかりました。はい、パーシバルですね。はい、もうしっかりクオンも入ってるね。そう、クオン入れました、この対談が始まる前に入れたんですよ、クオン。俺も早くクオン入れたいもんね。ああそう、今クオンがね、そうガトロさん今もないからっていう状況だけど、やっぱ入れたいっすよね、このキャラクターは。まあパーシバルについて、まあもう説明不要だと思うんですけど、まあ何やと思われ3アビっすよね。うん、3アビがもうものすごく強いです、このキャラクターは。本当に非属性のやっぱ非属性攻撃アップ 100% っていうのと、まあ、追撃が 30% つくっていうのと、やっぱあとはこれを2プラトンが打てるっていうのがもう、いや今までにない、本当オンリーワンの、どの属性見渡してもオンリーワンの性能を持ってる、めちゃくちゃ強い、うん、もうなんか感覚的に言うとネハンみたいな感覚ですもんね、完全に。だからその光にネハンがそのぶっ込まれた時と同じくらいの衝撃ですよ、やっぱこれは。ネハンの1アビと2アビをペンパイナップをアッポペンしてもうボーンみたいなそうそう、ガガガってつけてガッて合体させるみたいないいとこ取りみたいな感じの。いやだからこの3アビが本当にすごい。でこの2アビもやっぱこれ偉い、敵が与えるダメージをゼロにする状態、特にその古戦場とかだとそのヘルのやっぱ強力な CT 技とかがあるけど、これを一回ポチるだけで無条件に生き残れるっていうのが、まあ、間違いなく強いっていうのがあって、でも本当攻防一体なんですよね、このキャラクターはめちゃくちゃ強い。一アビはね、でもまだ結構おまけではあるかなって感じです。今の環境だと火傷の環境が整ってないっていうのがあって、今レベル5以上の時に2回っていうのがあって、やっぱ火傷の環境がまだ整ってないけど、まあ、でもフルオートとかの長期戦になればなるほど火傷レベルが、うん、上がれば上がるほど、こういう風にこのローエンシグザルみたいにだけどレベルが7以上の時はこういう攻防ダウン累積で勝利効果がついたりとか、まあ、5以上の時はこういう風にこれが2回発動したりとかするっていうんで、結構おまけの部分でも優秀だなってのは感じますね。やっぱりやってて、なんか1アビとサポアビのあの自動発動に関しては、あの水属性のランスロットみたいな感覚ですね。そうあったら嬉しい、助かるっていうのがあって、まあ、その中でもこれはやっぱ破格だなってなります、ね。うん、でもやっぱこうしてみると短期の手動とかでももちろん使えるし、うん、やっぱフルオートとかでもかなり輝きそうですよね。これ要はやっぱこのサービュってこの3円効果がこの消費されて、これ奥義打ったらこの3円効果が返ってくるんですよね。だから結局のところ12ターン経過して特に奥義をか、まあ、打ってる状況ってのは絶対あるから、そしたらこれを12ターン以上かかるバトルだったらこのケイニヒーベシテレン、この3アビが2回打てるんで、3アビが破格だから HP をごっそり持ってくる時短になるポイントっていうのが2つ出てくるんで、やっぱ絶対あった方がいいんですよ、このキャラクター。150ヘルフローとかでも全然入ってきそうですね。まあ、全然入ってきますね、間違いなく。このキャラクターはもう完全にパーシバル古戦場ですね。いやーまあそうですね、これから先クリスマスとか年末年始あるけど、そのキャラクターが追加されたとしてもこのキャラクターってのは多分この次の古戦場、非古戦場の中核になるキャラクターだと思いますね。やってて、もう強いことはもう明らかに分かってると思うんですけど、はいはいはい、一応じゃあ羊さん目線で、はい、なんか弱い点というか、なんかちょっといまいちかなと思う点がちょっとあったりします？弱い点、うん、やっぱりね、扇軸ではやっぱ使われないことが多いかなっ
ていうのがありますね。やっぱ通常攻撃で扇ゲージが上がらないっていうのがあるのと、やっぱ扇ダメが極大なんですけど、やっぱそもそもやっぱその上がらない時点で回転率がちょっと悪いっていうのがあって、例えばそのラーのフローとかトリガーで扇を4回打つみたいな時とかにやっぱ噛み合わせが悪くて、その大きなダメージを食らってしまうってことがあるんで、やっぱ扇はおまけみたいな感じですかね。極大キャラ火多すぎ問題みたいな。あ、最近はもうほんと配布キャラにも極大配られてるから、だからどこのモンキー D なんですかね。そう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 、どこの海賊王だっていう話ですよ。いやでもね、ある分にはまあ確かにいいんですけど、でもやっぱりね、奥義はおまけみたいな感じかな。奥義を意図的に打つって、意図的に打って何かしら計算するっていうのはなかなか難しいキャラかなって思いますね。うんうんうん、まあただ奥義の極大を生かしきれないってところは確かにあるかもしれないですけど、なんかあれですよね、はい、フルオートで考えると奥義頻度が低いっていうのもすごいメリットですもんね。そうですね、やっぱ硬直が減るっていうのが、特に古戦場とかってやっぱいかに奥義をずらすかとか、奥義を打たない、ずらす、単純にすると偉いっていうのはありますね。確かに奥義打たない、うん、まあじゃあパーシバルについてはもう8割9割以上強いみたいな。いやもう正直その奥義のデメリットが気にならないぐらい強いんで、このキャラクター即クオンを入れてる気持ちがすごいわかる、まあ、感動しますもんやっぱり。こんな迷わなくていいですもんね。うん、実装されてウキウキするっていうキャラクターで、特にそのクオンを即判断して入れるのを判断しても後悔しないキャラクターっていうぐらい強いっていうのが多分皆さんわかるかなと思いますね。じゃあ次武器見ていきますか。じゃあ、はい、まあこの新武器も強いっすね。めちゃくちゃ強いなっていうのが。まあ全部偉いんですけど、やっぱ全部偉いんですけど、その特に同じ武器種ってのがやっぱめちゃくちゃ偉いなって思います。やっぱやってて、特に火属性って今まで例えば刀とか槍とか拳とか斧とか、ものすごいその武器に偏りがあったんですよ。同じ武器だけめっちゃあるみたいな、同じ武器種だけめっちゃあるみたいな感じで、その同じ武器4つを装備するっていうのがそこまで難しくない。まあ拳だったり槍だったり斧だったり剣だったり、あとマグナだったら杖だったりとか、結構まとまってますもんね、なんか主要武器が。そう、特にね、そのマグナとかだったら特にこの武器1本あるだけでかなり変わるなっていうのがあって、短期中期だったら杖がメインになるんで、同じ武器種を4つ以上装備するってのは全然難しくないんですよね。で、特に長期戦になったりすると、うんうん、例えばオッケー入れて無人剣入れて、でこの武器入れて、まあ、防御力ももちろん上がるし、プラス、まあ、メインでミカエル剣とか握っとけば、あれ扇効果で風属性ダメカットがついたりするんで、落ちる確率っていうのがものすごい減るんですよね。で無人剣防御タイプにすればマグナにももちろん恩恵ありますし、強いですね。やっぱほんと強いなこの武器は。でしかも組み合わせやすいっていうのが利点ですね、うん。まあ、そのマグナでどうかっていう風なところに関しては、自分なんか先日動画を撮って、まあ、マグナでこのパーケンはどういう風に入れたらいいんだろうみたいな動画を撮ったんで、はい、まあ、今ちょうどその画面にサムネ出してると思うんですけど、まあ、概要欄からその興味ある方はちょっとマグナでどう使うんだみたいなところは見てもらえると嬉しいですね、はいはい。ちなみに羊さん、これ何本引きました？僕これね、2本引けて天井で交換できたんで1点で済んだんですよとか。うわ最高じゃないですか。クワトロさんは2本でしたっけ？いやそうなんですよ、俺3本欲しかったんですけど、はいはいはい、やっぱ1点しかできなかったんで今回2本で、まあ年まあ古戦場までには3本目取りたいですね。はいはいはい、はい、時間が空いてたのがちょっと良かったかなってのありますね、そこは。まあ、去年のリッチオノみたいな衝撃ですね。そのタイミング的にも同じですし、うーん、やっぱり強いな、芯がついてるのも偉いし、偉いな。いや本当本当そうなんですよ。なんかあれですよね、火の武器って今までなんか HP 盛るときは HP 盛る専用の武器入れないといけなかったし、あ、そうっすね、そうっすね。そう、なんかあのバレスカ拳とか、はい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 、あとケラクとか専門家を呼んでくるみたいな。そこの部分だけ突出した武器があって、火属性やって結構詰めてる人っていうのはやっぱその武器入れたくないんですよ。確かに耐久は上がるけど他がダメっていうところがあったりとかして、火力重視で組むと絶剣入れて竹槍入れてともう全然枠ねえけどもう武器自体が不器用だから、もうその時点でもうなんか枠を食っちゃうんですよね。めちゃくちゃ食っちゃって他の属性より枠を食っちゃって、でこの武器はほんダメ上限上げられて攻防も上げられて HP も上げられるって時点でその難点みたいなものをある程度解消してくれてるっていうのもまた偉いなと思いますね。うん、なんか総合力高い。なんかこの武器が
貴族生の中核にちゃんと据えられたことによって、なんか今までの武器がいい引き立て役っていうかサポート武器としてなんか編成を組みやすくなりました。そうなんですよね、やっぱだから同じ武器集がもう5万とあってこんな使わんやろとか、こんな何本も入れたくないみたいな感じがあったりしたんですよね。ただこの武器があることによって、例えば斧を入れることが、斧を多く入れたりすることがメリットになるとか、例えば刀を入れることがメリットになるとか、だから戦場も今回のやっぱこのロード・オブ・フレイムで息を吹き返してるんですね。前は戦場入っても1本みたいな状況だったんですけど、この武器によってその戦場っていうか刀武器が4本入れてその殴るっていう選択肢も全然あるんで、ほんとこの武器は引き立て役というか他の武器を救ってくれた、ほんといい武器ですねこの武器は。いやーほんといい武器だな。じゃあちなみになんですけど、はい、まあ、その羊さん的に、うん、まあ、今3本持ってるんで、まあ、3本は必要じゃないかみたいなところはまあ考えてると思うんですけど、はい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 、3本以上ってどう思います？3本以上はね、本当に、いやまあ4本作る人は変態だと思います正直本当に変態の中でも一握りの変態だと思います、4本作る人っていうのはでもその3本で特殊ダメ上限に届いちゃうんですよ。まあ そうですね、その中で装備してて4本装備するとその攻防とかの部分は乗るんですよねバフが。ただそのためだけにこの素体をもう1本入れてヒヒ3つ入れるかってなると、まあやばい人ですね4本作る人っていうのは作っても3本かなって思いますこの武器は。まあまあ確かに、まあ、3本が理想編成としてよく入りやすいかなみたいな感じですよ、ね、特にその攻撃とかに特化させるときっていうのはやっぱ3本あるととても楽しくなる武器かなと思います。でちなみになんですけど、まあ、今リスナーで聞いてる人の中に、うん、まあ、3本なんて集められねえけどみたいな感じで思ってる人もいると思うんですけど、はいはい、まあ、実際運用としては、はいはい、まあ、2本ぐらいから結構運用できそうですよね多分。多分、ね、バランスいいのはね2本ですね。とりあえずやっぱ1本とかでもこの武器っていうのは強さっていうのを実感できる武器だと思います。ただバランスよく理想編成に一番多く入ってくるのはやっぱ2本かな、まあ、結構枠ギチギチですもんね貴族戦本当に。そうなんですよ、結局はこの武器が圧縮の役目を果たしてくれてるとはいえ、まあそれでもギチギチだなって思いますねやっぱやってて、うん、よし、じゃあ武器のこの本数みたいな話が出てきたんで、はいはいはい、じゃあまあこのタイミングで古戦場の編成みたいなところいきますか。じゃあはいはい、いきましょうか。そしたらまず陸集めからいきますか。じゃあ陸集めの編成は僕はまあこの編成を使ってるんですよ。今僕ってベンベネットが2本しかないんで、ベンベネットは3本ある編成で両面ドロイシとかあったりするんですけど、これ肉狩りの動画見せた方がいいですよね。そしたら肉狩りの動画、ああそうですね、じゃあ実際にやってもらいますか、うん、まああれですよね、まあ多分パーシュバルでかなり話題になったと思うんですけど、まあパーシュバル3アビのみ肉集めってことですね、うんうん、ここで殴ってダメダメ、やばすぎでしょこれもうほんとゲイボルグ装備して確定 TA とかにしとくと、全確定 TA にしとくと上振れてクリティカル引けると今みたいにシングルで終わるんですよ。シングルで終わって、仮にクリティカルで引けなくてもパーシバルが DA の時で終わります。笑ってしまったなこれ旅の硬直しかないから、もうなんかシングルで終わるとかほぼ分かってるあれですね、羊さんぐらいだったらもう多分両面影はいけそうですね。全然両面影多分ねいけるとは思うんですよ、多分いけるとは思うんですけど、まあでも肉集めも変わりましたね。3だけっすもんね、3だけ、ほんと3だけ、もう本当に3だけはマジ硬直がないから、ジーシとカゴ石をかぐやにするかぐらいしかないですもんね。前に羊さんあれじゃないですか、2300万まで見れる攻撃のみみたいなやってたじゃないですか、はい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 、動画で、あれってなんか最速でやると硬直とかって踏んでました？あ、踏んでましたね。やっぱ戻ってきてもやっぱ一瞬硬直がある、だから今この硬直がなくそのパーシバルさんで回れるっていうのは古戦場で高い順位を狙ってる方っていうのはもう恩恵がめちゃくちゃでかい。上詰めとかみたいなのとすごい響きますよね。うん、そうだ、結局積み重ねで上位狙う方で何万とかいったりする人っていうのはやっぱそういう積み重ねを極端に減らしたいっていうのがあるからやっぱ、うん、うん、まあでも一応その今これ上石でそのアグニスでやってる編成なんですけど、はいはいはい、クワトロチャンネルは一応マグナを研究するみたいなチャンネルにしてるんで、一応マグナでもできたんですよ、はいはい、そのパーシバル3アビのみのやつが、そんなに敷居が低いわけじゃないんですけど、はいはい、まあ、一応、まあ、これも概要欄に載せとくんで、はい、まあ、そのマグナでっていうところちょっと気になる人はちょっとそちらも見てほしいですね。いや、じゃあ次95ヘロを表現してもらえますか。じゃあ、あ、95ヘロやりましょうか。そしたら、ね、表現しましょう、表現しましょう、はい、じゃあまずそうですね、最初にムーブから見せてもらえますか。はい、まあ、かっこいいですね、全員クオンだからな。よし、
で、まあ、ミムメも1切って、バナホックを切りました。うん、なるほど。これで、まあ、アラナの2起動して、殴りましょうか。うん。おお、いいダメージ。パーシバル、すごい強いな。パーシバル、単体がもう本当に強い。うん、あれですね、今のカウンターは水べりのカウンター、水べりのカウンターで、はいはいはい、ここでパーシバルの3を切りましょう。はい。で、イーウィアだと、27% までいったら討伐ですね。これ28なんですけど、ただ、ロが入ってないっていうのがあるんで、多分これで届くんですよね、これロが入ってないんで。ロがあったら、でそのミムメモのニアビに直結するんで、うんうんうん、絶対行きますね、これだったら、うん、これは多分届くんですよ。だこれで多分、だから今1、2、3、4、5ポチ1ですね。1召喚、2召喚せずに1召喚でいけるっていうのがやっぱ強みかな、この編成の。ポチ1はすごいな。うん、ただまあ編成ランドがね、やっぱ編成ランドとキャラのやっぱクオンが入っちゃってるから高いから。ああ、まあでも確かに。ちょっとじゃあ編成見せてもらいますか。はい、わかりました。でこれで、はいはい、あ、データ出た。アギト、アギト、アギトね。これ戦力で見てアギトかな。うん、こんな感じですね、うん、パーケンさん、いやでもやっぱそう考えるとやっぱパーケンさんもマジで欲しいな。うーん、まあこの武器やっぱ3本あるとやっぱ本当に進化を発揮するってやって、特に火属性好きだとやっぱりね、3本は本当欲しいっていうのがありますね。やっぱやっぱマジで欲しいな。あ、でもこれあれか、コンパニー4が斧だったら防具能力一旦ももっと下がってるんですね。そう、下がってるから、そしたら週末でいいんかな、そしたら。やべ、ナメプじゃないですか。やべ、普通にいつも斧握ってるから防御デバフ入ってるもんだと思ってた。いいリアにナメプをかましていこうと。そうですね、じゃあ確実にいってますね、そしたら今の。あ、いってますね。週末は誘惑ですよね。週末誘惑ですね。いや、でもやっぱそう考えるとアギト強いっすね、マジで。このパーケンが実装される前はアギトは別に突んなくていいよみたいな武器だったんですよ、やっぱ、うん、もちろん基礎95ではちょっと引いてられる部分があったんで、最上位勢は前から前の古戦場でも突ってる人は結構いたんですよね、うん、ただこの武器実装されてからやっぱアギトはあった方がいいっていう立ち位置が変わったんで、うん、排水が強いっていうのと、やっぱその部分のやっぱ攻撃とかも漏れるっていうのがあるんで、そのこの剣でね、やっぱ、うん、アギトの方が火力が出るっていう感じですね、今は。いや、本当になんかウィルナスフィンガーの厳選頑張んないと。いや、それこれ始まる前にちょっと2人で話してたんですよね。いや、もうでもなんか耳飾りも欲しいし、ウィルフィンも欲しいんだったらちょっと気持ち楽に回れるかもしれない。そうっす、僕プラスジェネフラーも欲しいんで、やっぱだから、ね、確かにうまみしかないよね。やってうまみしかないんで、やっぱちゃんと回ろうかなって感じですね。これ召喚石はどうなってます？召喚石はね、こんな感じですね。うんうんうん、ミズベリーは4凸ですね。4凸ですね、うん、まあ理想系って感じですね、うん、これあれですよね、その1ターン目、まあ多分羊さん編成めっちゃ強いし、あのキャラが全クオンだから、はいはいはい、1ターン目バナホック使ってみたいな感じでしたけど、はいはい、これ多分クオンとか入ってないっていう人であれば、多分1ターン目3を召喚するといい感じっぽいですよね、うんうん、多分そのダメージソースとして、まあ、優秀なんで3は2回行動してくれるって部分があるんで、多分クオン分の足りないものってっていうのは3がカバーしてくれると思います。まあそうですね。ってなるとこれどうだろう、2本でもいけそうかな、2本でもいけそうな気がしますけどね、まあ、3召喚してんだら多分2本でいけると思いますよ、間違いなく、うん、ちなみにこれ今羊さんアギトの編成使ってて、まあ、アギトの方がもう全然強いんですけど、自分が今アギトまだ持ってないんで、はいはいはい、その渾身系の編成で試してみたんですね、同じようなやつを。まあそれ今ちょっと今画像で画面に出してると思うんですけど、まあ、こんな感じのよだめを持った渾身編成でもいけるんで、まあ、アギトとつれねえよとか、パーシバルの剣3本ねえよっていう人は、まあ、こんな感じでやってもらって、まあ、3召喚するなりちょっとポチ増やすっていう風にしてもらえると多分いけると思うんで、まあ、そのアギトないっていう人はちょっとぜひこれを参考にしてもらえたらっていう風な感じで思いますね。まあ、じゃあ95この辺にして、じゃあ150の手動いきますか。次、さっきの95と変わんなかったかな、全く同じ編成ですねこれは。で、バブシバですね、殴りましょうか。そうですね、バブシバなんですよね。うん、まあバブシバがなやっぱ強いのは。でとりあえず1を切って、うん、でアラナの2、あ、確かアラナの2だっけ、そこアラナの2切って、そうですね、アラナの2切って、なんでデバフは入れずに、入れずに殴りましょう。そしたらはい、
で次は3ですね。3召喚して、はい、主人公の1、3を切りましょう。で、まあ、これで、うんうん、これであれですね、その主人公の1と、うん、あとアラナンのニアビの効果が5ターン目まで続くっていうふうな状態、うんうん、でここで次が、まあ、水着ベリアルを召喚します。いやそうなんです、水着ベリアルがでかいんですよね。うーん、このバフがね、やっぱその追撃来たりとか攻撃あって、これがいいリソースになるんですよね、やっぱやってて。はい、これ殴って、ちなみに今回追撃ついてないっすよね。いや今回は追撃つきました、今ついちゃいました。あ、つきました、うん、あ、ついてた、まあ、まあつ、まあ、今回はいいか、それでも、うん、でここで、まあ、芝召喚して、はい、殴りですね。でこれで多分あれですよね、本番は 50% 超えるみたいな、うん、超えますね。ここで超える、はい、で最後にバーストが、うん、でここで2ムメモを2切って、ね、パーシバルの3切ってやりましょう。であと攻撃みたいな、うん、はい、はい、ということで、はい、5ターン目ですね。はい、出しましょう。追撃引いてこのダメージですね、今よく発生してます。これ今追撃引いてこんな感じのダメなんですけど、さっきあれですもんね、 E や HL で、うん、あのデバフアラナの1アビだけでやってきて、うん、あの時確か追撃引かなかったですもんね。うん、引かなかった。まあ多分その動画別で撮ってるんで、今こういう今流してると思うんですけど、うん、あの時はあれっすもんね、はい、1ターン目にあのダメージをあえて食らって火力を伸ばすみたいな感じでやってましたもんね、うん、やってましたね。やっぱそこがアギトの強みだなってのがあって、やっぱ排水がダメージ受ける分だけやっぱ強くなるっていうのが偉いですね、やっぱこれは。そうですね、うん、まあ、なんか敵の攻撃が全体なのかトリガーがどうなのかっていうところにちょっと寄っちゃうところはあるかもしれないですけど、うん、まあ、ウィルナスフィンが2本しか入ってないんで、まあ、うん、あれですよね、HP が 50% 以降ぐらいになれば、ヨダメもさらに乗って、うん、そのダメージが結構いい感じになるっていう。あとは、やっぱパーケンが偉いのって、特に排水に特化しすぎると落ちちゃったりするんですよね。そんなところ防御、防御持ってくれるっていうのが、マジで偉い。マジで偉い。しかも、なんか、剣士とかと違って、カゴが必要ない防御アップだから。いや、そこマジで偉いっすよね。で、やっぱやっぱりそのトリガーをまたいだりするときとかに、この1強力なトリガーやるときにこのニアビを切ると、この一旦無敵になれるっていうのもやっぱ偉いなと思います。うんうんうん、いやそうなんですよね、この3、あ、パーシバルのニアビとかミンメモの3とかでトリガー超えられますもんね、うん、でもやっぱそう考えるとやっぱトリガー対策としても結構バッチリですもんね。ミンメモの3って正直その本当に初期ぐらいしか切らなかったんですよ。初期のグランでやってる時とかかなが、ね、うん、切ったりするとかはあったんですけど、後々全然切らなくなってきたんですけど、やっぱこういうところでまた、うん、このいい方向に行ってくれたかっていうのはちょっと嬉しいですね。やっぱクオン入れてるんで、僕、うん、うん、確かに俺もクオン入れる。そう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 クワトロさんも水着みむめもと、あとアラナにクオン入れてますからね、やっぱね。そうですね、あれですね、まあ、パーシバル来て嬉しいってところもあるんですけど、ミュンメもアラナそのまま使えるってところも嬉しいですね。そうですね、そうですね、しかもその無駄がないっていうのがいいなっていうか、うん、本当に無駄がない、本当に、うん、今無駄になってるところがないから、いい実装のされ方ですよね。うん、これは救世主ですよ、マジでって思いますね、うん、このキャラクター武器は。まあで、じゃあこのムーブについてなんですけど、まあ一個なんか補足っていうと、やっぱあれですね、なんかもう気になってる人も多いかもしれないですけど、水着ベリアのとこっすよね。うん、さあ3ターン目に召喚するっていうのもあるんですけど、やっぱ攻撃バフとか、やっぱあとクリティカルとか、そういうそれがいい足しになって、プラスそれが3ターン続くんで、その最後の締めまでこのバフが持つんですよね、うん、特に3ターン目に召喚しとくことによって、そのコーチの誘惑のデバフが5ターンになった時に終わった時につくんで、邪魔にならないんですよね。やっぱ一応まだ敵見えてない状態のやつなんで、まあ、もうちょいブラッシュアップされた編成とか今後出てくるかもしれないですけど、まあ、今のところバブシバっぽいですもんね。うん、バブシバかなって、まあ、特にやっぱ
ぱ芝がやっぱ強いですよ。バブも強いんですけど、やっぱ芝がやっぱある程度飛ばせるっていうのがやっぱ偉くて、これが片面アグニスだとできないんですよね、うん、やっぱ。いやこれなんか渾身系のその戦場とか入れたやつでバブ芝自分もやってみたんですけど、はい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 、アギトとかウィルナスフィンガーとかがなんかカゴが乗らなくても強いじゃないですかね。だからやっぱなんか自分の編成と比べてやっぱ排水編成の方が全然ダメ違うんですよね。しかもなんかポーション飲まなくていいし、そう、しかもダメージ食らった分だけありがたいっていう、落ちなければ、うん、落ちさえしなければもう全てがプラスに働くっていうのが、まあ、偉いですね、やっぱやってて。いやー偉いですね。いやでそう、その水着ベリアル召喚のところなんですけど、まあ、これって、まあ、これリスナーの人に向けてなんですけど、まあ、実際、はい、この編成って両面属性石になってて、はい、やっぱバフが欲しいんですよね、どうしても、うん、そうですね、やっぱそうですね、うんうん、ただ自分これ水着ベリアルの代わりにその属性アップ召喚石でも試してみたんですけど、やっぱ両面属性石の関係で属性バフ系の石のが全然なんか恩恵感じられないんですよね。やっぱ強力なやっぱ召喚というかそういうプラスのバフっていうのが欲しくて、前の土子戦場だったらゴリラとかね、ゴリラ召喚したりとか、サブにその水着マンドラゴラを入れたりとか、そういうバフが欲しいんですけど、やっぱ属性バフだとなかなか厳しいなっていうところがあるのかなって思いますね、やっぱ、うん、あの水着ベリアルは、まあ、完全に下振れても、まあ、攻撃アップかクリカーとか、まあ、追撃引けたら一番いいけど、うん、追撃引けなくても何かしらバフは1個手に入るから、うんうん、そうですね、まあ、やっぱあれですよね、現状なんかこれしかいいバフがないっていう、バフ以外でってなると、まあ、っていうところでやっぱちょっと最初のカウンターのダメージも結構大きいですし、うん、水着ベリアルの4突欲しいですね。特にこの排水をやるってなると火種が抑えられるから落ちる可能性ってのが減るんですよね、やっぱり、うん、だから特に排水やる上で、うん、よほどその計算されたものじゃない限りは4突はあった方がいいかなと。特に古戦場は強力なトリガーが多いんで落ちにくくなるかなって。これなんかこの間風属性でその、まあ、セイツさんっていう人とも対談したんですけど、はい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 、やっぱそこでもやっぱ水着ベリアルの評価がやっぱ150ヘル想定とかだと結構高いんですよね。でやっぱこうなってくると、まあ、季節限定石で持ってないっていう人も結構多いとは思うんですけど、はいはいはい、まあ、やっぱ150ヘル主導するっていう風な上にあたっては、まあ、今後水着ベリアルの4突はかなりなんか人間級の石になってきそうな感じしますね。これは特に古戦場とかを見るなら、特に手動っていう面で考えたらあった方がいいかなと思います。いやまあということで、まあ、150ヘルはまあこんな感じっていう感じですかね。はいはいはい、はい、では、まあ、じゃあ古戦場っていうふうなところが一番なんか分かりやすい指標になると思うんですけど、まあ、古戦場以外のところで、はいはい、まあ、今回のそのパーシバルの剣とかっていうのを使って多分編成がもうかなりガラッと変わってくると思うんですよね、今までの編成で。やっぱ非属性ってで、まあ、羊さんを今ゲストに迎えてるんで、はい、まあ、聞いておきたいんですけど、はい、羊さんあれじゃないですか、令和の日の大未熟っていうので、はいはいはい、ツイッターでめちゃめちゃバズってたじゃないですか。あ、なんかそれはなんかめちゃ伸びましたね。なんかすごい伸びたな。コルクバレットシューター2本入れてビルオノとかも2本入れたやつだったかな。いやそう、それでなんか羊さんのところでやっぱなんかスパバハのその動画とかも出してるんで、はいはい、その日のスパバハっていう風なところのイメージ強い人も多いと思うんですよ。はいはい、まあ、なのでちょっとあの新武器加えたスパバ編成っていうのはちょっと見せてもらいたいなと思いまして。はい、分かりました。はい、じゃあお願いします。はい、今んとこイメージしてるのはこんな感じの編成かなと思いますね。まあメインはこの金重で、で、うん、パーケンを3本入れてますね、うん、でコルクバレットシューター2本、うん、ここは英傑ですね。英傑にして、あ、英傑、はい、はい、でここで絶剣2本入れて、まあ、連撃とクリティカルを確保するっていうのがあって、ここが、まあ、ウィルオノ入れてます。だからここはね、まあ、一応、まあ、ブラッシュアップしてって、もしケラクの方が良ければケラクでもいいし、逆に心境がなくてもいいっていう状態だったら、この今の状態のウィルオノでもいいと思います。で下がこの要は4本同じの装備してないといけないんで、ここはオメガ剣入れてますね。でもう一つは石杖武器です、これは、うん、はい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 、いや凄まじい編成だろうね。いやでもね、めちゃくちゃな編成ですよこれ。だってメインと週末以外全部課金武器だから。いやでも前もこんな感じでしたよ。でもこのパーケンのところがビルボノとそのディアドリックハートとかで、で無人剣が追加されたからそれ入れてるみたいな感じだったんで、あれですね、極みスキンにもうなんか負けず劣らずのこの武器編成の圧倒的なその威圧感というか、回したガチャとこのね、喜びとこの血と涙が詰まってるみたいな感じですね、やっぱ。いやでも俺も早くこうなりたいな。いやまあでも確かにもここまで至るまで大変ですけど、やっぱ
本当に必要本数揃えたら気持ちがいいんですよ、やっぱ。まあでも実際これ武器編成はまあこんな感じで変わったんですけど、ムーブとしては多分変わらないですかね、今までのとあんまり。ムーブは変わんないと思います、今のところ。あれですね、まあ今ここで初めてその火のスパバハについて触れたっていう人もいるかもしれないんで、今ここにサムネ出してると思うんですけど、翡翠さんのチャンネルで出してるそのスパバハの動画概要欄にリンク貼っておくので、はいはい、うん、気になる方はムーブとかはちょっとそちらで見ていただきたいと思うんですが、武器に関しては現状こんな感じで進化してるって感じですね、うん、そうですね、やっぱ特にその剣種武器が入ってないっていうのが、やっぱ特にこのパーシバルのね武器っていうのが防御を漏れるっていうのがあるんで、うん、剣種武器を抜けるっていうのがやっぱでかいですよね。いやでもこれ HP 上げつつ上限も上げてるからズル中のズルですよね、マジで。いやーしかも攻撃上がってねって話で、そう本来そのHP の部分でウィルオノとかそういうものを積まざるを得なかったんですけど、そこの部分を火力に転化することができるから、うん、まマジで優秀ですね、この武器は。本当にこれウィルオノ2本じゃないんですけど、うん、やっぱあれですかね、2本1本でもいい感じですかこれ。なかなかね今ウィルオノの評価ってのがもう難しいんですよ、やっぱり。もちろん、はい、その1本あったらメイン持ちとかではまあ、強いんですけど、ただ昔のその前の上げてた動画とかだと、やっぱビルオノって HP 確保ってのが結構でかかったんですよ、特にシーンが偉くて、はい、ただその HP の部分でリミパー犬がその部分役割を担ってくれるんですよね、まあ、コルクバレットシューターがあると。でプラスこんだけ見れば分かる通り、やっぱり突っ込むリソースがめちゃくちゃ多いじゃないですか。うん、もちろん奥義塾やるならビルナスはめちゃくちゃ強いんですけど、じゃあビロードは優先度がめちゃくちゃ高いかっていうと、やっぱ今だったら現状の評価では若干落ちてるなって思いますね。ただこの武器が弱いわけじゃないんですよ、弱いわけじゃなくてメイン持ちのバイキングのメイン持ちとかにして、このディスペルスローで灼熱も1000しか食らわないんで、でプラス奥義も極大なんでね、この武器あるだけでかなり便利な武器なんですけど、ただあって1本かなって思いますね今は。まあそうですね、 HP を盛る目的でウィローの採用ってなったら極論レルアバトとか、うん、そうですね、あのアテムツエとか、うん、いいつなぎだったんですね。結局僕もよく聞かれてたんですよ、ウィローの2本って絶対必要ですかって聞かれてたんですけど、この編成が来る前でも僕は別にウィローのは1本でもいいよって言ってたんですよね。もちろん2本あったらいいけど、はい、その前の話ですけどね、前の話でウィローの1本でもいいですが、代用はアテムツエでいけますよっていうことを言ってたんですよね。でプラスその部分では他の部分が強化されたから若干優先度が落ちてるって感じですね今は。パーシバルの剣の役割が多いから、ちょっとそこでそのはみ出ちゃったって感じですよね。特化した武器ってのが多かった、奥義なら奥義だけ特化みたいな感じの武器が多くて、だからその、うん、他の部分を高レベルで器用にその全部カバーできるこのパーケンの武器が来たから、一点異常に特化してるレベルじゃないと、やっぱちょっと特化してるとかだと、やっぱなかなかその食われてしまうっていうのがありますね、やっぱ特にこの武器が優秀すぎるんで。現状ほんとこの武器上回ろうと思ったら本当に立長のクラスとかが来ないとって感じしますもんね。まあ、しかも大肉だったら立長の入んないか、しかもでもこの武器は多分その闇とかの立長のクラスの武器ですよ、やっぱ、うん、そうですね、ボルテージ系のやっぱそうですね、うん、そのレベルの武器ですねこの武器は。はい、まあじゃあスパバハはこんな感じ。いやでも進化してますね火属性本当に。そうっすね、やっぱもう本当装備の部分がものすごく強くなったなって思います。ラーとかイーウィアとかは、これがラー、これがラーの不老編成で、はい、これがラーの不老編成で、はい、こんな感じ、ね、こんな感じですね、うん、はいはいはい。その剣を、まあ、4本入れてプラス、まあ、クリティカル確保して、まあ、奥義火力も伸ばす。ここはね、ウィローノのところは自由枠でいいと思います。うん、まあ、ウィローノでももちろんいいですし、はい、他の自分がなんか、パッと当てはまる武器っていう、自分の中でフィーリングがある武器っていうのを入れてもいいと思います。例えば、ケラクでもいいし、ここをケラクが別にいらないよって場合だったら、コルクバレットシューター2本目でもいいし、うん、まあ、それがなければ他に、まあ、自分が入れたい武器っていうのを入れるといいと思います。最適解の武器を入れるといいと思います。はい。まあ、石はまあフロートでよくある詰め合わせですね、これは。うん、うん、そうですね。次がいい。でもメインがね、これこんな感じなんですよ。イーミアもやっぱねパーさんが強いんですよ、やっぱパーさんが強くて、うん、でプラス編成はこんな感じの編成です。出た出た出た、ゲイボルグいやこの武器ね優秀なんですよ、めちゃくちゃ優秀なんですよね。本日2度目の登場これ優秀なんだよな。ダメージ条件爆発的に上げられて、しかも心境ついてるっていうのも偉すぎる。このパターンはあれですね、その竹槍が入ってるって思いますけど、槍4本のパターンですね、これは。そう、槍4本のパターンですね。6分とか5分44とか、そこら辺でしたね、確か。あ、5分ではめっちゃ早いですね。しかもなんか、あれですよ、船の半分しか今入ってない。
そうですね、船しか入ってないんで、ロがない状態なんで。まあでもやっぱパーシバルか、まあそうですね、6流ぐらいのレンジのフロートだった、だったらパーシバル入ってくると思う。マカナの即死もメデューサとそのパナケイエのマウントで全然なんとかなりそうですもんね。そうなんですよね。これはフルガードでも6分切れてたかな、6分とか5分44とかそこら辺でした、ね、ちょっとこれは俺も真似しよう。ゲイボルもないけどいやぜひ真似してください。やゲイボ、でもゲイボがないけど、そうだゲイボがないんだ。そうだ、さゲイボでさ、ゲイボでダメ上限 20% 持って、別枠で 20% 持ってて、これダメ上限 40% 上がってるわけでしょ。いや頭悪い編成ですよこれ本当に。なんかいやこれちょっとアテナのそのなんだ自動発動アビリティメントがどんぐらい出てるか見てみたいもんね本当に。いや多分800万とか出てんじゃないかな多分。いややばいな、だってゲボなしだと多分720万とかすよ高くて、うん、いやいいなちょっと早く3本目の剣が欲しいな本当。いや本当に、でもまあグロいっすよやっぱオメガと終末以外はみんななんかもう目がつぶれそうな武器なんでこれ。だから頑張ろう、非属性楽しみたい人頑張ろう。ガチ勢対談にふさわしいあれですね、もう絵面ですねこれは。そう、いやでも編成いいな、もうなんかこんな感じのなんかいいグロい編成俺も作りたいな。はい、ではまあこんな感じ、まあ今回の対談はこんな感じということで、じゃあ羊さん、はい、もうなんかいろいろ見せていただいて本当にありがとうございます。あ、いやこちらこそ本当にお誘いいただきありがとうございます、本当楽しかったです。いややっぱ非属性もガラッと変わってめっちゃ楽しいですね今マジで。今楽しいですね、やっぱ非属性は触ってて楽しいです今。うん、次風子戦場のことが信じられないほどの持ち出がみんな気空司会はみんなざわついてますから、なんでこんな武器とキャラ実装されて次が非属性じゃないんだって言ってますから。まあこんな状態、まあそれでひょっとしたらハロウィンでもう一回火のキャラ来るかもみたいな。いやーそうっすね、でも僕はちょっとリンクスに逃げようかな、そしたらちょっと今年の非属性もうなんか年始からやばくない、本当やばかったっすね、もうとっくにつらかった本当に。めちゃくちゃミルナス来て、ミルナスとか来たりね、やっぱあったから、ここがでもなんかクライマックスな気してますね本当に。そうですね、特にもうすごいキャラ実装されて時間空けといたから取ってくれよみたいな感じなのかもしれませんね、やっぱ。てかそうよくよく考えると今年始まる前の非属性何だったのっていうぐらい全てが変わってる。いやー変わりましたね本当に、全く180度変わりましたね。今年始まる前ってウィルナスもいないしシルバーもいないしゴーンズなんてそもそも存在しない。だってこのキャラクターが来る前はまだ短期軸とかでメーテラとか入れてましたからね、渾身の編成とかあった懐かしい。でもメーテラがパーシバルに変わったってなったらそりゃそうだよねって。そう、いやだから僕この編成作って思ったのは、メーテラ好きな人には本当に悪いんですけど、ようやくメーテラ死んでくれたかっつって、それはっつってさすがになっつって環境が循環しないといかんからなと思って、まあ、確かに非属性もやっと明日に向かって走り出したって感じですね。そうですね、マジでいうか走る、まあ本当にね、まあ本当になんと前みたいに止まんないでいいからゆっくりねこのまま前進んでってくれって思います本当に。ああそうですね、はい、では本日は素敵な対談ありがとうございます。いや本当に自分も楽しで話してすごい楽しかったです。はい、こちらこそ本当に僕も楽しかったですめちゃくちゃ。はい、はい、ということで、まあ、今回、まあ、このパーシバルが実装されたっていうところで、まあ、なんか特別編みたいな感じなんですけど、はい、まあ、その非属性の古戦場が次回だと思うんですけど、まあ、それが発表されたら、はい、まあ、本格的にその上石移行基準とかもう少しなんか込み入った話の対談をちょっとしようと思うんで、まあ、ぜひそちらをお楽しみにということで、はいはいはい、では最後にそのうたたね羊さんのところから、まあ、その自分の自チャンネルのところのなんか宣伝というふうなところで今日は締めたいと思いますので、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、僕はそうですね、高難度初心者が参加しやすい高難度の配信環境を作って、よく高難度配信とかをやってたりとか、あとはそうですね、週一で、まあ、一応ためになる動画を出してるんで、まあ、ヒヒを使ったりとか、あとはまあ、メンタリティみたいな感じですね、そのこれから先成長していくにはどうしたらいいかとか、このリソースを割くには気をつけた方がいいよとかいう動画をまあ週1とかで上げてるんで、基本的にライブ配信はまあ週3ぐらいでやってるかな、そのグラブル配信に関しては週3ぐらいでやってると思うんで、もしよかったらね遊びに来てください。その時はね皆さん一緒に高難度とか一緒におしゃべりしましょう。よろしくお願いします。まあ、羊さんのそのチャンネルもぜひチャンネル登録していただいて、でそのライブ配信中心でやってるってことなんで、その非属性が好きで、はい、まあ、今回うたたね羊さんを初めて知ったっていう方はもうぜひなんかあれですね、その気になることとかあったらぜひコメントとかで質問してもらうといいかもしれないですね。はい、自分でできる範囲で答えるんで、うん、
ぜひとも質問してきてください。よろしくお願いします。はい、はい、では今回の対談は、まあ、こんな感じで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。はい、よかったらこのクワトロのチャンネルもチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。